こんにちは。ヨガ講師のタカです。昨年の12月に、それまで続いていたこの地の時代が終わって、新しく風の時代が始まったと言われています。じゃあ、このね、地と風というのは一体何なのかこれはね、地というのは、目に見えるものを表しています。風、目に見えないものを表しています。だこれまでは、目に見えるものが大切だったのですが、これから違います。目に見えないものが大切になるわけです。じゃあ、僕たちで言えば、目に見えるもの、それは何かこれですよね。 脳みそに支配されているこの体ですだからねこれまでは脳みそをねいっぱい使って一生懸命考えることに価値がありました体を大切にすることに価値がありましたこれから違います目に見えないものが大切になりますじゃあ僕たちの中の目に見えないものそれはね魂なんですで今までは魂のことなんか何にも大切にされてきませんでしたから体や脳みそが大切だったんですこれから違います時代は変わったんです僕たちの 目に見えない魂を大切にしないとダメなんですで、魂のことをヨガの世界では真が真実の自分と言ったり超意識と言ったりしますこの真がや超意識はヨガの世界では脳みそや体を超えたものだと考えられていますこれすごくないですか なのでもしですよ僕たちがこの心外や超意識魂に目覚めることができれば体や脳みそを超えたような奇跡的な能力を発揮することができるということなんです。そしてねヨーガというのはこののや超意識に目覚めめるためのテククニックなんですじゃあね僕たちがこの心外や超意識に目覚めるためにはどうしたらいいのかあるものを止めなきゃダメなんです。じゃあねね僕たちが、ね この進化や超意識に目覚めるために止めるべきものは何なのかそしてその止めるためのテクニックを今回はね紹介したいと思いますこれを止めることができると本当にね体も心も健やかになりますぜひ最後までご覧になってぜひ実践してみてください僕の師匠の師匠である本山宏さんが書いた「脳意識・超意識」 魂のの存在の科学的証明という本があります本山宏さんは長年にわたってインドの優秀な有名なヨガの行者さんだとか世界各地の優秀な霊能力だとか超能力を持った方の研究をしてきた方なんです。どういう研究をしたかというと例えばねヨガの行者さんであればこう瞑想している時霊能者や超能力者であれば霊能力や超能力を発揮している時のその人の 脳の状態を含めた、まあ、体中のねありとあらゆる生体反応や生理現象のデータを取ってもう詳細に検証してね研究してきたんですだから例えばヨガのギョーザなんか瞑想している時脳波の状態だとか心拍数だとか呼吸の状態自律神経内臓の状態などなどもうね超能力者だとか霊能者も能力を発揮してる時の状態これを詳細に調べたんです。そうすると 驚くべきことが分かりましたそういう時はね普通の人の普通の状態とはもう体の反応がね全然違ったんですそんな時は超意識の状態になっているそうですでこの超意識というのはどういう状態かもありとあらゆるね様々な実験の結果この超意識というのはねどうやら体や脳に依存しないで働くことができる意識であり時間や空間や 感覚を超越した意識のようだということがね、分かったそうなんです。例えばね、臨死体験をした人なんかは、この超意識を経験することがあるそうなんです。臨死体験というのは、事故とか病気で、生物学的に、医学的に一旦死ぬのですが、医学的な処置を施すことによって、生き返る、そんな現象です。この臨死体験についてはね、もう世界中で研究されています。で臨死体験をした人の中で、完全に、 もう脳の機能がこう停止した状態の人も結構いるんですよね。で脳の機能が完全に停止しているなので夢を見るだとか幻覚を見るような脳の機能が停止しているにもかかわらず天国あの世を経験したりだとか自分が 手術をされている時の様子をありありと覚えていたりするなんてことがねあったりするそうなんですこれはもう完全に脳に依存しない意識ですね超意識なんですどうもだから僕たちの中には脳に依存しないこの超意識というねとんでもない機能というのかな意識がねあるようなんですよ他にも優秀なアスリートたちがこの超意識を経験しているようです例えば野球のバッター ピッチャーが投げたね、ものすごい速い球ですよものすごい調子がいいときって目の前で止まって見えたりするそうですもんね他にもサッカーの選手だとかバスケットの選手ものすごい調子がいいときって周りの選手だとかボールがゆっくり動いているスローモーションのように見えたりするそうですねこのゾーンに入るなんていうふうに言われたりしますねで、それは完全にこれ 時間や空間やや空ね、感覚をを超超越した意意識識使ってるわけなんでですすよ。もう超意識ですよ。もうだから脳みそを超えちゃってるもう体とか脳みその限界を超えたような奇跡的な意識ということです。なのでこの超意識に目覚めることによってね時間や空間を超えますからね例えば自分の過去性がわかるだとか未来のことをこう予言したり予知することもどうもできるようなんですね。 だけどねはっきり言ってねアスリートでも何でもないの僕たちが突然周りの人たちがこうゆっくりスローモーションのように動き出したらこれ生活に支障をきたしますよねなんか余地ができたりとか過去性なんか見えちゃったりするとこれ怖くてたまらないですよ、ね、だから僕たちにはこんな能力は必要ないとは思うのですがだけどこれは必要だと思いませんか直直感感です直感だ超意識に目覚めると直感的な判断力や認識力がね身につきます。これは 脳みそののの判断以上のものなんですよ自分に最適なものがもう瞬時に分かるという,こう判断力これね僕は本当にねこう身につけたいなと思ってますね。僕直感で何回もね人生の中で助けられましたからねだからねヨガの世界ではねもう理屈で考えたらそんなの絶対おかしいだろうっていうようなことを直感的に判断する人がものすごく多いのでもう厄介でね付き合うの大変ですよ本当に。例えばね僕経験したのはある ものすごい世界的に有名なヨガの大先生を初めて日本に呼んでねでその宿泊施設でリトリートをするその計画僕手伝ったことあるんですけどでそんな時に、まあそのね、スタッフの仲間がですよ現地に行っていくつかそのホテルの候補を選んでくるわけです。でその責任者の方が選ぶのですがその人にこういうホテルとこういうホテルありますよ一つはものすごく綺麗でおしゃれなもういかにも リリトリート、ーっていう感じのホテル。もうこれねおしゃれで綺麗なホテルだったんですでもう一つはこれはもう言っちゃうと申し訳ないんですけどもう結構古くてちょっとこう何つ、まあ、うのかなそのす、ね、さんだ感じのホテルでねもう誰が見てもこっちのとても綺麗な、もう豪華なもう素敵なホテルを選ぶのかと思いきやその責任者はもう絶対こっちって、うん、もう間違いなくこっち理由言わないんですよ。 えってみんながさ周り見そうですけどどこまって,てこっちでしょってうもうね直感私はこれそしてそこでねリトリートが始まりましたその結果何が起きたかというとその世界的に有名な超一流の先生がそのホテルをねめちゃめちゃ気に入ったんですよなぜかというと先生の部屋から竹林が見えたんですでその先生はね過去生がなんと日本だったわけですよ なんかね日本のね忍者だった先生みたいでねでその忍者時代の時にその竹林の中でよく修行してたらしいんですよそれをね急に思い出していやーこの部屋を選んでくれてこのホテルを選んでくれて本当にありがとうって僕がねまた来年も来るよっつってだからその先生はものすごく忙しいのでそんなに毎年ね日本に来れるような先生ではなかったんですよ。そんなことがね 直感の判断で超意識の判断でやっぱり起きるんですよね面白いですよね不思議ですよね奇跡的ですよねそんな脳には頼らないような直感的に自分にとって何が最適なのかを判断することができるような超意識の状態に入るための絶対的な条件がありますこれがないと絶対に超意識に入れませんそれは何かというと呼吸がね止まるということです そうなんですよこの超意識の状態の時にはねもう100%呼吸がね止まってるんですよ。でこの呼吸を止めるための実はテクニックがヨガだというふうに言われるわけね。だからヨガの中にはいろいろと呼吸を長いこと止めることができるような訓練っていうのがいっぱいあるんです。これね勘違いしないでほしいのはだからといって無理して頑張ってって、うん、止めててもダメなんですよ。こんなん超意識でもなんでもないですからね。 分かりますこう苦しい苦しい思いして緊張した状態では絶対チョイスに入れないんですこれ自然に息が止まった状態になるというのがものすごい大事だからねヨガのテクニックではもう自然に長い間息が止めてられるようになるような訓練が実は、ね、いっぱいあるんですよ。もたやまひろさんが書いたこちらの神秘体験の手術層によると手術層って言えないんだよね。 体や心が静まっていくと必ず呼吸をしなくてもいいような状態になりついには呼吸がね完全にこう止まってしまうんだそうです。いやこれ本当止まるんですよでまあ本によるとね茂田山広さんによるともう何分間でもこう止まっていられるそうなのですが僕はもうその何分間っていうのはないんですけども気が付いたらもうしばらく息がこう止まってるなんてことはよくあります。でそんな時は当然ね 心臓もすごくね穏やかになりもう体や脳みそや心がものすごくいい状態になっていくんだそうですこれは本山博さんがもうねいろんな人のデータを取った結果検証した結果そう分かったそうなんですけどねだからねこの呼吸がこう止まってるような状態に自然になっていくと僕たちの体や心はもう最適な状態になっていくそうなんです。自律神経は整うし 呼吸もも穏やかになっってて内臓も、ね、整っていくしだから体の調子悪いことがあったとしてもですよこの瞑想でね呼吸が止まるような状態になっていくとどん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 こう回復していったりするそうなんです。もうううう意識はもも明石になるそうですしね、もういいことづくめなんです、まあ、もちろんですよこのね呼吸というのは心と密接に関係していますからだから心が穏やかじゃない時だからイライラしてたり悲しんでる時って呼吸当然速くなりますよね。 だから心が落ち着いてる時は当然リラックスしてる時はさ心があの呼吸が穏やかになってくからだから呼吸をコントロールしてもうゆっくりにしてついにはこう止めてしまうというのはねもう心を穏やかにするためにはもう絶対必要超意識に入るためにはもう最低限呼吸がこう止まるような状態にならないと絶対ダメなんです。でこれは訓練によってね誰でもそうできるんです。で、 本山博さんはね、こう瞑想をすることで、まあ、誰でもこう呼吸が止まっていくというふうに言っているのですが、まあ、僕の経験上瞑想でね瞑想だけで心をこう止めるような状態にするのは難しいですだからお勧めしませんなので今回はこれをやってるうちに誰でも簡単に自然に呼吸が長く止まっていられるようになる呼吸法を紹介しますその名もカパラバーティという呼吸法ですカパラバーティカパラというのは頭蓋骨バーティというのは光らせる 頭蓋骨を光らせる呼吸法これすごそうじゃないですかただ今回は頭蓋骨を光らせるような頭が真っ白になるようなことではなくただ単にこの呼吸法をした後は呼吸が自然に長く止まってられますよというようなことで説明していきたいと思いますこんな感じです一回やってみますこんなやつ 短い呼吸を1秒間に1回ぐらいずつ繰り返していくでやり方は息を吐く時両鼻から息を吐くのですがお腹をで強く引っ込めてねこのお腹を引っ込める勢いを使って鼻から勢いよく息を吐き出しますで吸う時はお腹を緩めたら自然に息が入ってきますこんな感じなんですねいいですかこれ実際にやってみると本当に心穏やかで呼吸がね穏やかになってきますから ぜひちょっとじゃあ一緒にやってみましょうかでこれ過呼吸状態なんですよ普通人間ってね1分間に大体平均すると1 5六6回の呼吸をすると言われていますがこれだと1分間に60回しちゃうので酸素が急激に入ってくるのでね結構だからねもう体にこう変化が生じるので一応、ね、様子見ながら結構こう効く呼吸法ですからね。 最初まずはねちょっと20回ぐらい試してみてで何ともなければ次60回やってみてもしできそうだったら60回を3セットというのをちょっと目標にしてみるといいんじゃないかと思いますなので一回ちょっと20回やってみてどんな感じになるかちょっとやってみましょうかじゃあ一緒にやってみましょうこうですよ。ですよ。はいじゃ 背骨ままっすす。ぐにして座ります僕は今日椅子に座ってやりますけども皆さんはこう瞑想の姿勢でも構いませんどっちかというとこう瞑想の姿勢の方がいいかもあの地面に座ってね瞑想の姿勢でやる方がいいかもしれませんねではいきましょうか背骨まっすぐです目を閉じます一回深呼吸します両鼻から息を吸って吐いてお腹を強く引っ込めて完全に吐き切りますで今度は軽く息を吸ってから 始めましょうはい静かに目を開けますどうでしょうかどうですか頭スキルしてますか それともなんか気持ち悪い具合悪くなったりしますもしなんかこう具合悪いなとか頭痛いなとかちょっとくらくらしすぎるなとかだとちょっと休んだ方がいいかもしれないですまあ多少こうぼーっとする感じでねちょうどいいですいいですかでなんともなかったらちょっと次60回やってみましょうで60回やった後に合図しますから ねその後深く息を吸ってそのまましばらくね息を止めてみてくださいどんな感じになるかちょっと体験してみてくださいじゃあもし二十回が苦しくなかった人じゃあ一緒に次六十回やってますからねいいですか準備いいですかはいじゃあ背骨まっすぐで目を閉じます一回深呼吸です両鼻から息を吸って吐いて完全に吐き切りますで今度は軽く息を吸って始めます。 鼻から息を吸って、目いっぱい息を吸います。で吸い切ったままで息を止めてみます。 息を吐きますじゃあそのまま自分の呼吸を見つめてみてください。どんな感じになっていくのかね。その呼吸にね身を任せてみてください。 どうですか呼吸普段とは全然違うんじゃないでしょうかものすごく静かでものすごくゆっくりになっているもしかしたら呼吸をしなくてもいいような状態に感じているかもしれませんねであなたの体とか心どうですか頭どうですかすっきりしてませんか 呼吸がね、こんだけ静かに穏やかになっていくということは心もものすごく穏やかに静かになっていますからねはいじゃあ静かに目を上げてくださいどうでしたかこの状態がこう長く続けば続くほどね体と心がねどん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 整っていきますからねもう体と心があなたにね最適な状態になってきますからもうだからあなたの 最高の能力を発揮することができるようになるのでこれぜひもうね練習してください毎日やってみてください一応最初のうちは、まあ、あの苦しくならない程度にね無理しない程度にやってほしいんですけども3セットぐらいかな1日1回もしくは朝晩2回というのをね目安にやってもらうといいんじゃないかと思います。でおすすめはこれでものすごく心が穏やかになっていくので。 カッッパラバティを3セットした後ににそのままこう瞑想状態に入っていく。もう瞑想がねすごくやりやすくなるので是非チャレンジしてみてくださいこれをねずっとやっていくことによってだん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 その超意識に目覚めてね直感を使えるようになりますからねもう是非楽しんでやってみてくださいいかがでしたかこれは本当にね魂に目覚めるためのもう近道ですもうヨガのテクニックを本当にこれからね 魂に目覚めるため、もう風の時代に目覚めるためにはね、僕は絶対にね、ヨガのテクニックが必要になると思いますからね。これからもどんどん魂に目覚めるための情報をお知らせしていきますからね。もうぜひ次回もね、ご覧くださいね。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシゃんティ。